こんにちは。ここは天王寺駅。午前の仕事を終わらせて、今から午後の仕事です。午後からは上司と鶴橋駅で合流の予定です。鶴橋駅まではわずか3駅、10分ほどで到着できます。鶴橋駅での上司との待ち合わせ時刻まで余裕がありますので、ハルカスで昼食でも取ろうと思いますと思ったら、慌てた様子で上司から電話が来ました。予定が早まったわ。今すぐ鶴橋駅に来てちょうだい。私も大至急鶴橋駅に向かいます。お願いね。今すぐ天王寺から鶴橋まで急行よ。ガチャン。昼食抜きになった。いやいや、そんなことよりなーんということでしょう。上司は今すぐ天王寺から鶴橋まで急行で来いとのこと。ここから鶴橋までなら普通は JR か地下鉄。でも JR にも地下鉄にも急行はありません。この付近で急行があるのは近鉄のみ。仕方ありません。ここから鶴橋まで近鉄の急行で向かうことにします。天王寺駅に隣接する近鉄大阪部の橋駅、近鉄南大阪線のターミナル駅です。ここからまず奈良県の橿原神宮前駅まで向かい、そこから大和八木駅を経由、近鉄大阪線で鶴橋駅へ。馬鹿げたルートなので運賃表に記載すらありません。しかし上司命令です。ここから鶴橋まで急行で移動します。なーんということでしょう。この時間急行がありません。あるのは区間急行。仕方ありません。区間急行とはいえ急行の一種。15分後の13時20分発の区間急行で橿原神宮前駅へ。天王寺駅から鶴橋駅までは JR なら3駅でも、大阪阿部の橋駅から橿原神宮前駅までは27駅。区間急行とはいえ停車駅はほとんど急行と変わりません。この区間急行でぶっ飛ばします。橿原神宮前行きの区間急行がやってきました。13時20分、近鉄南大阪線区間急行、大阪阿部の橋駅を出発。まずは奈良県の橿原神宮前駅を目指します。信じられないかもわかりませんが、これでも私は鶴橋駅へ向かっています。橿原神宮前駅から大和八木駅へも急行があり、大和八木駅から鶴橋駅へも急行があります。つまりこのルートなら天王寺駅、大阪阿部の橋駅から鶴橋駅まで急行で行くことができるのです。列車は大和川を越え大阪市を離脱、松原市に入りました。待っててくださいね上司。指示通り鶴橋まで急行で行きますからね。我ながら私は上司に忠実な部下だと思います。13時36分古市、13時48分釈度、13時51分高田市、13時53分浮穴、13時54分北条、13時57分橿原神宮西口、そして大阪阿部の橋駅を出発して39分、いよいよ最初の目的地、橿原神宮前駅。近鉄南大阪線の終点です。
13時59分、橿原神宮前駅に到着です。しかし、ここはゴールではありません。今度はここから橿原線で大和八木駅を目指します。表記用のホームから標準記用のホームに移動します。ここから大和八木駅まではわずか3駅。この区間は普通も急行も各駅に停車。所要5分で普通も急行も同じです。大和八木駅方面の普通列車は3分後。しかし上司は急行で来いとの指示。仕方ありません。始発の14時16分の急行に乗ります。この普通列車に乗った方が大和八木駅に早く着きます。しかし上司は急行でとの指示。普通列車には乗れません。上司の指示通り急行を15分ほど待ちます。その間にこの駅、橿原神宮前駅の最大の見どころを見ておきましょう。線路が4本並んでいる世にも珍しい風景です。近鉄は同じ会社でありながら線路幅が異なります。線路幅の違う路線がこの駅に集結します。先ほど乗った南大阪線や吉野線は狭軌1067ミリ、これから乗る橿原線や大阪線などは標準軌1435ミリ。いろいろな鉄道会社を買収しながら大きくなった近鉄は、その経緯で同じ会社なのに線路幅が異なります。そのため京都からやってきた特急もこの駅が終点。この先吉野方面は線路幅が異なり入れません。近鉄はこの問題を解決しようと、線路幅が違っても直通できるフリーゲージトレインを開発中です。国も長崎新幹線でチャレンジし失敗したフリーゲージトレイン、もし開発できれば日本初の快挙となります。そうこう言っているうちに普通列車が出発。私は次の急行まであと13分、この駅で待ちぼうけ。上司がなぜ急行にこだわるのか私にはさっぱり理解できません。きっと深い意味があるのでしょう。14時16分発の急行がホームにやってきました。上司の電話から1時間16分が経過。橿原神宮前駅を急行で出発。次の目的地は大和八木駅。先日の通り大和八木駅までは急行でも各駅に停車します。14時18分、うねり5両前。次の八木西口駅は少々変わった駅です。大和八木駅の南にあるのに八木西口駅。大和八木駅の南だけれど八木町の西の端に位置するため八木西口駅。なんと飛躍場は八木西口駅と次の大和八木駅は同一構内扱い、つまり隣駅と同じ駅なのです。そのため駅間が非常に短いです。もう大和八木駅に到着。14時22分大和八木駅に到着。この橿原線と直角に立体交差するのが大阪線。近鉄の駅で他社が乗り入れない駅としては唯一の立体交差駅です。大阪線ホームへ向かいます。鶴橋方面への区間準急がやってきましたが、私は急行に乗らねばなりません。次の急行までしばらく待ちぼうけ。この下を走るのが先ほど走った橿原線。橿原神宮前駅から大和西大寺、京都方面へつながります。大和八木駅を経由するルートでも奈良線を使って鶴橋駅へ行きますが、大阪線ルートの方が短距離です。大和八木駅から大阪線で鶴橋駅までは 33.7 キロ、もしここから西大寺経由だと鶴橋まで 45.8 キロです。ということで大阪線で鶴橋駅へ向かいます。
この列車の次にやってくるのが急行。さあラストスパートです。14時32分鶴橋方面への急行に乗車。大和八木駅から35駅先に鶴橋駅があります。しかしさすが急行、途中停車駅は4駅だけ、ほとんどの駅を通過します。14時35分大和高田。14時39分五井道。14時47分河内国分。1時間ぶりに奈良県から大阪府へ戻ってきました。本日2度目の大和川、いよいよ大阪都心部です。15時1分最後の停車駅布施。そしていよいよ次の駅が上司の待つ鶴橋駅。上司の電話から2時間4分が経過。上司の指示通り天王寺から鶴橋まで急行でやってきました。15時4分鶴橋駅に到着しました。なんということでしょう。苦労してここまで急行でやってきたのに上司の姿が見当たりません。改札の外にいるのでしょうか。私も改札を出てみます。しかし改札の外にも上司は見当たりません。仕方ありません、上司に電話をしてみます。上司、鶴橋駅に今着きましたよ。遅すぎるわ、急行してって言ったのにどうしてこんなに遅いの。あなたが来ないから鶴橋での仕事は一人で終わらせたわ。今次の現場に向かっているからあなたもすぐに来なさい。急行するのよ。次の現場は大阪市西区九条駅よ。ガチャン。なんということでしょう。上司の指示通り急行できたというのに遅いと怒られました。しかも上司はもう次の現場に向かっているとのこと。仕方ありません、上司を追いかけ次の現場に向かいましょう。幸い次の現場はここからすぐ電車一本で行けます。また鶴橋駅の改札に入ります。15時18分タイミングよくちょうど阪神方面への快速急行がやってきました。汚名返上のチャンス、今度こそ上司と合流しましょう。15時20分大阪上本町。15時22分近鉄日本橋。15時24分大阪難波。15時27分桜川。15時29分ドーム前。15時31分九条。15時33分西九条駅に到着しました。なんということでしょう。上司の姿が見当たりません。改札の外にいるのでしょうか。私も改札を出てみます。しかし改札の外にも上司はいません。せっかちな上司のことです。きっとまた一人で仕事をこなしているのでしょう。ちなみにここは阪神と JR 大阪環状線の駅。もしスタート地点の天王寺からここ西九条までなら
環状線でわずか12分です。今回は区間急行や快速急行を含む急行で天王寺から西九条まで2時間半かかりました。上司が急行と指示をしなければこんなに苦労することはなかったはず。上司の指示は訳が分かりません。しかし今更仕方ありません。ここの仕事も上司に任せて私は帰ることとします。上司、交通費の精算お願いしますよ。天王寺から鶴橋までは大阪環状線でわずか3駅、天王寺から西九条までも大阪環状線でわずか6駅。しかし上司は急行で来いとの指示。大阪環状線に急行はないため近鉄の急行で移動。大阪阿部の橋から橿原神宮前大和八木を経由、大和八木から鶴橋へと合計54駅を走破。さらに鶴橋から7駅を走破し西九条へ到着しました。ご視聴ありがとうございました。遅い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 遅